ていうか今日ほんと喋り調子悪いな俺。いや頑張ったよね。これはさすがにね、どんな人でも認めてくれるっしょ。いや頑張ってるって言ってくれるでしょ。いや安定収入とはやっぱ見れないって言われた。だからあの2つ抜ける方法を教えてもらったね。いや怖いよ。逆に言ったら怖さがなくなったらプロじゃないと思う。多分ね、どんなに100万稼いでる人でも怖いと思うよ。やっぱりだってさっきね、放送できない時超焦ってたでしょ俺。のんたん焦るよ。生命線だし、どんな人でも怖いと思うよ。配信で食ってってる人は怖さがなくなったらだらけてるってことだから。はい、ワドツーイーブハートありがとう。怖いですよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。フォロー、もし面白かったらでいいんでフォローしてください。チッシュさんいらっしゃい。いや配信命っていうか、なんか責任が伴うじゃん。やっぱりその食ってかないとっていう、そんな感じ。かくんおかえり。なんつうんだろうな、本当に、なんて言ったらいいんだろう。なんかその怖さはあるよね。ほら干された時のね、干された時の怖さ知ってるから、二度とねあんな干されるような環境になりたくないし、そこは頑張ってかないとね。配信しかないからね俺には。配信以外ないでしょ。まともにサラリーマンで食っていく気もないし、今後残りの人生。中さん漫画肉ありがとう。俺には他に道ないもん。はい、また来てね。いってらっしゃい。今日がラストか、アイテムの締め日か。作業所はやめようと思ってるね。生活保護抜けて安定したらやめようと思ってる。生活保護やめる相談をしたのよ。でもうやめる方向性で話し合って、でやめる方法が2つあるっていうことで、でその2つの方法を協議してる感じかな今は。抜けるのは来年になる、どちらにしても。なんでかっていうと18万のお金が入ってくるのが来年だから、今月じゃないから。漫画肉ありがとう。だから2、3ヶ月先の話だよね。ただ抜けるためにはもう動いてるね。やめるやめますっていう話じゃないから。町田いらっしゃい、おかえり。今日能年見たよ。能見たよ生で。すげえ美人だったよ。芸能人オーラパなかったよ。半端じゃなかった。やっぱ芸能人って顔の作りが違うっていうか、あれだな、芸能界入る人違うねやっぱ。美人だったよ。旅資金貯まりました。いやだからあのアイテムって急に現金化できるわけじゃないから、あの今手元に18万あるわけじゃないよ。違う。芸能人顔すごい小さかったね。
すごい顔のこそう骨格が違うって言ったらいいのかな、うん、すごい顔小さかった。佐野はなんで引退したの？うん、俺その放送ほとんど見れてなくて、後半の枠切る1分前しか見てないから分かんないな。生活保護やめるよ。うん、約束通り。やめるのはもうほぼ確定。あとはやめ方の問題だね。どうやってやめるのかっていう。うん。どうやってやめようかなっていう話です。うん。抜け方がいっぱいあるんですよ。やめ方あるよ。あるあるある。ただ受けたことないと分かんないと思うけど、生活保護ってなんかやめますって言ったらやめられる制度じゃないから、うん、収入認定っつって収入とか仕事とか例えば病気とか、うん、医療費とかの関係とかいろいろあるのよ。だからそう簡単に抜けるっていうわけじゃないよ。うん、生活を保護するわけだから、うん、その人ので、生活保護するってことは理由があって保護するわけだから、うん、だから障害持ってる人もいればさ、例えばさ、みんなが市役所でメンヘラ脱するじゃん。相手が精神病で軽い知的障害でメンヘラ脱するんじゃん。僕は抜けます、もう生活保護やめたいですって言ってもさ、いやちょっと待てよってなるでしょちょっと待てよってお前どうやって食ってくんだって話になるでしょもし再開するとしたらできる。生活保護はどんな人でも受けることができるから、あの再開とかじゃなくて申請をし直せば誰でもそう受ける権利があるの、うん、だからあの受けるか受けないかは書類を出すか出さないかは全国民次第って感じよ。国民次第、うん、キムタクだね、うん、ちょ待てよって何キムタクでしょ、うん、うん、そうだからみんなが考えてる制度じゃないんだよ。僕も難しいのかな、うーん、抜ける気があるかどうかじゃん、わかんないけど。薬とか無料なんだよね、民剤を安く譲ってくれないかな薬事法違反だわ、そこまでバカじゃねえわ俺ロハコさんじゃねえんだから。ワイタマさん、これ飲むと眠れますよって放送で言って弾幕のように薬事法違反、薬事法違反って流れたから怖いよ、ロハコさんダメだよそれって、いや捕まるよって言って、うん、うん、うん、危ねえよな。医療費はタダだから薬はタダだね、原則。だから昔あった話だと、生活保護を区の管轄、縦割りって言って市役所がデータ共有できてない時代に、あの横浜で生活保護を受けて、新宿で生活保護を受けて、千葉で生活保護を受けてっていうやってるやつがいて、月30、14万ぐらいもらえるわけじゃん、月13万かで、3つの区でもらってるから30何万もらってて、でさらにあのなんつうの、病院行きまくって、毎日病院いろんなところ点々と10店舗ぐらい行って、民剤手に入れまくって、それを闇市で流して、もうなんか50万ぐらいの生活してるやつとかいたらしい。それが不正受給よね。星さんこんばんは。それが不正受給ってやつ。生活保護受けてるイコール不正受給じゃないから、うん、わかりやすいでしょ、うん、あとはまあよく言われてんのが、あの歌舞伎町にいるあのまあとある界隈の飲み屋で働いてる人たちは生活保護みんな受給してて、でバーでアルバイト、要は現金商売やってたらバレないじゃん、それで不正受給してるっていう、ね、まあどの業界かは言わないけど、それは結構有名。要は不正受給ってどういう場合に発生するかっていうと、
働いてるとか収入があるのに生活保護を受けていて、しかも収入申告をしていなくて所得隠しをしてるのが生活保護の不正受給なのよ。不正受給の意味も分かってないで不正受給って言ってるやつ多すぎるんだよ。だから全ての国民を保護する憲法なんだから、全ての国民は別にあの生活保護を受けていいんだよ。それがなんで不正受給になるのか分かってないんだよね。だから生活保護制度を正しく利用するのは別に国民としての権利だから使っていいんだよ。よく働ける働けないとかわけのわかんない議論してるやついるけど、働けるか働けないかは関係ないの、生活保護的には。だから制度が広まってないんだよ。制度のちゃんとした理解が広まってないから誤解を受けてるから変な偏見が生まれるんだよ。てかね、生活保護が羨ましいって言われてる、それだけあの貧乏な日本の方がおかしいと思うよ、先進国なのに。働いてるよりもこれね、普通生活保護に絶対なりたくないっていう人が多いんだよ、どの国でも。でも働くよりも生活保護の方がいい生活できちゃってるのがおかしいし、働いててもだからワーキングプアの問題と連動してるのに、日本人ってバカだからそこまで議論にならないんだよね。言うと命狙われないと、命狙われるんじゃなくて叩かれるんだよ、俺みたいに。本当のこと言うと耳が痛い人がいるんでしょ、それくらい国がボロボロになってると俺は思ってるけどな。働くのがバカらしい世の中を作っちゃってるんだもん、だから生活保護が利権みたいになってるからね。ガチャヒロさんこんばんは。おかしいよね、制度設計がおかしいと思ってるね俺は。生活保護は別に今の金額でいいと思ってるけど、その最低時給とかを上げて働いたらより豊かな生活ができるようにしないと若い人は働かないと思ってる。手取りで25万超えないと無理でしょ。バイトでも手取りで25超えるぐらいになんないとそう思わない、8時間も働いてんだから。時給換算するとどれくらいなのかな、時給換算するとですね、25万円、25万円割る22日営業日割る、8時間勤務は1420円。最低時給やっぱ1500円ぐらいにしないとダメだね。しかもこれあれだからね、手取りの金額じゃないからねだから最低時給1500円にすべきだよ、なんか若者をいじめるのが大好きだからね、日本人は。若いやつの将来を奪うのが大好きなの。俺今1日1万8000円だけどやりたいことしたいから貧乏になる。1日1万8000円は貧乏じゃなくない？別に。1日1万8000円稼いでたら富裕層だと思うけど、勝ち組でしょ。全然勝ち組だと思うよ。まあ年齢にもよるか。日当1万8000円で22日稼働だとして3、40万稼げてる？30万以上稼いでるでしょ。1万8000円かける22は40万ぐらいでしょ。まあ稼いでるでしょ、勝ち組でしょ。したいことは今から、全然普通に中流階級っていうか全然普通に勝ち組な方だと思うよ。
今からまあしたいことするんならな。あ、それを蹴るんだ。後悔するなよゼリーさん。超リスクだと思うよ。ぶっちゃけ今勝ち組だと思うけど、それを蹴るって元に戻れるとは限らないからね。別に酒飲んでも全然いいでしょう。うん、生ポは酒飲んでいいんだよ全然。東京はね結構高くて932円かな。玉金がかゆい。おお、書きなよ。うん、好きなだけ書きな。応援するよ。したいことがしたい。まあ俺も同意見だな。うん、俺もね配信選んだからな、貧乏になっても。うん、好きなことで金稼ぐのが一番楽しいよね。全く同意見だね。ただ人には勧めないけどね。やっぱ稼いでる人に配信で稼げるよとか言わない。基本的にはね、リスナーさんにも俺も配信者になって稼ぎたいって言うけど、やめとけって言うもん。ありがとうのぞみさん、絶対進めない。ハートプレゼントありがとう。はい、こんばんは。ドローンさんいらっしゃい。我ただ足を切る。ふわっち初見ですね。地方省さんいらっしゃい。ありがとう、コメント楽しんでて。面白かったらフォローしてください。派遣は反対かな俺。うん、派遣とかだから、派遣とかバイトとか女性の社会進出とか全部反対かな。うん、あの日本をダメにしたのはそれだと思ってるから。ああ、金玉書いてたね、無意識で。ほう、無意識だった。金玉書いてたね今ね。うん、無意識だったわ。洗脳って怖えな。リスナーのコメントで動かされたわ。洗脳されてたわ。コメント書かれるまで分かんなかった。うん、でもパソナの南部さんと一緒に飯食ったことあるかんな俺。俺が悪いって言ってるさ、竹中平蔵制作の仕掛け人だからね。竹中平蔵今パソナの社長だし。その派遣業界のボスドンと飯食ったことあるから俺。うん、生ポのことになると近所の目が痛いってことなかった？でそんなの気にしてたらそんなの気になんないよ。だってもっともっと辛い時期あったもん人生で。ホームレスやってた頃なんかさ、あのね漫画喫茶の若い女の店員が笑ってるような気がしてさ、そっちの方が惨めだったよ。だからそんなのに比べたらね、全然ね、別に周りに 何言われようか全然平気だよ。全然平気。っていうかね、生活保護の人が住めるエリアって安いアパートじゃん。だから実はこの2階に住んでるおっちゃんも生活保護なんだよ。だからね、生活保護の人ってたまるんだよ。もう住めるエリアが限られてくるから。だいたいわかるよ。あ、この辺の住宅街生活保護のエリアだなとか、あ、この家生活保護だなって不動産屋見たらわかるよ。東京は特にわかりやすい。新宿なんてさ、ワンルームのアパートで12万ぐらいするんだよこの辺って。でここだけ6万円なんだよ。あ、ここ生活保護向けの物件だなってわかるの。まあ隣は働いてるけどね、だいたい生活保護かどうか見抜けるね。うん、ちょっと会話しただけで、あ、この人生ポだなって。生主もわかるもん。あ、こいつ生ポだわって。言ってなくてもわかるね。でも若い生活保護者増えてるね最近ね。2、30代の生ポノカトリッパグレ、生ポノカトリッパグレないから。そうそうそう、生活保護向けの物件っていうのが流行ってた時期があるんだよ。家賃滞納ないじゃん。市役所が払ってくれるんだから、国が払ってくれるんだから。いや、田舎の方はね、生活保護費は、1万4000円ぐらいなのか、3万4000円ぐらいかな。だから
成田とかで生活保護だと3万5千円ぐらいの物件のアパートがあったら、ああ、生ポ向けに作ってるなってわかる。田舎では6万円もらえない、支給がされないの。だから一回り下の値段だね。だいたい 4,5 万で借りれるところで 4万5千円ぐらいの安アパートってあるじゃん、狭い。あ、生ポ向け物件だなってすぐわかる。生ポは住宅の費用が3段階に分かれてんので、東京23区だとだいたいマックスの 56,300円かな。あ、53,700円だ。53,700円以下の物件っていうのは生ポ向け物件だから。リンリンさんいらっしゃい、コメントありがとう。楽しんでってください。ワードです。面白かったらフォローしてください。首痛えな今日、体調悪いわ。まああと2日で来月始まるから、来月どれだけ稼げるかだな。みーさんこんばんは。来月は20万超えたいね。12月は20万超えたらもうバンバン台でしょ。もう50万超えたらいい生活できるね、うん、まあ生活保護は覚えておくといいと思うよ、うん、途中から閲覧させていただいたので、なぜこのような枠取られたのですか。ですね、あ、そっか、初見さんだから分かんないか。もともと僕は4年前ホームレスになって生活保護を受けました。で、生活保護を受けてる間、生主を始めました。で、生主を始めて今3年半経つんだけど、生放送でずっと仕事にしたいっていうことを言い続けて、ようやく今月、18万円稼げるようになりました。で、リスナーさんとの約束で、18万稼いだら日本中を旅する配信者になる、旅人になるっていうふうなことを言ってて、で、旅配信をするためには生活保護抜けないといけないと。15万以上稼ぐっていうのと生活保護抜けるっていうのを旅配信するっていうのはセットになってた。で、まあ今月15万を超えて18万稼いだから、まあ約束通り市役所に収入申告って言って、いくら稼ぎましたよっていう報告を兼ねて、なんつうんだろうな、生活保護を抜ける段取りをしてきましたよっていう報告をしたと。で、まあ生活保護に関する質問が多かったから、生活保護を徹底的に解説する枠っていうのを開くよって言ったの。で、なぜか質問が来ない。今ここです。なぜか質問が来ない。今ここ。安定を取りたくない。夢を追って離婚したんだよ。あ、離婚したんだったらいいんじゃない？うん。そうそう。女子供いないんだったら好きなことやるべきだよ。講義では生活保護を受給しながら旅をしても問題ないのではないですか？あ、講義ではっていうか、法律上旅をしても全く問題ないですね。ただ、生活保護受給中に1ヶ月半旅をしたことがあって、くっそ怒られたんですよ。で、もう僕、テレビで西村博之っていう2チャンネルの創設者の人と、区議会議員、都議会議員か、東京都の議員さんが生ポになってバトルをテレビでしたことがあるんですよ。で、僕の話題が出たんですよ。要は、その、生活保護を受けてるのに、ニコニコ生放送とかで、その、配信をやって稼いでるやつがいると、これは問題だっていうのを都議が西村博之にぶつけたら、そいつめちゃめちゃ賢いから、そんな頭いい一人のために法律変えるのはバカらしいって言って、俺のことかばってくれたんですよ、博之は。それくらいなんか、そう、生活保護配信者として有名なの。テレビとかにでも取り上げてられて、例題とかで、そう、それくらい揉めてるのよ俺の配信って。だから、まあ生活保護抜けましたよっていう感じです。旅をしてる時、あ、家賃はね、いや、それで今迷ってる感じかな。家を解約しようと思ってんの。うん、ここ6万円かかってるから、だからどうしようかなっていう感じかな。うん、風船プレゼントありがとう、松崎。それで今考えてる感じかな。いつ抜けるのかっていうのと、家をどうするのかっていう。
あと荷物とペットをどうするのか。今日 YouTube で和道さんの丸坊主見たんですけど、イメージ違いすぎますね。あれ便所太郎さんにやられたんだよ、うん、ツイキャスにニコ生からツイキャスに移動した時に、なんか丸坊主にしたら売れるよとかわけのわかんないこと言われて、じゃあ売れるんなら坊主にしようって、全然売れなかったよ。いやいやいや、俺13万の生活保護費で家賃6万円払ってたよ、ずっと、うん、丸森さんいらっしゃい、こんばんは、はじめまして、コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。うん、畑中さん見た？それ抜けてから所得税とか住民税出てきますか？抜けたら払わないといけないね、うん、今までの分をまとめて払えじゃなくて、住民税とか所得税とかを払うようになってくださいっていう質問、全然どうぞ。うん、うん、無理でしょう、きついよね。まあ、生活保護は最低限度の生活だから、うん、もしツイッターやってる人いたらフォローしてください。 YouTube もやってるんで YouTube のチャンネル登録もお願いします。キャス来た時に閲覧すごかったのにね。キャスはでもアクティブ50ぐらいだったよ、閲覧。うん、マックス50ぐらいだった。詳しくはないのですが、生活保護法、生活保護は細分化すると8通りくらいの女性の字が、字がね、女性があるような気がします。住宅補助のみ辞退するのは可能なのですか？できます。はい、すごい詳しい人ですね、地方省さん、正解です。生活保護って一括りにいくらもらえるのってみんな言ってるけど、実はこの人が言ってるのが正しくて、生活保護の中には8通りあって、なりわい扶助、あの学校補助とか、あと引っ越しをする時の費用とか食事代とか細かく細分化されてんので、実はみんな知らないかもしれないけど、自営業を助けるために生活保護プラスでもらえるんだよ。知らなかったでしょ。要は仕入れ代とか店舗の家賃とかを払うための生活保護もあるんだよ。だからこんなのも知らないで生活保護は自営業ダメでしょとか言ってんだよ。400ぐらい同時閲覧あった時見たよ。あ、たまたまだよそれ、瞬間風速、それはたまたま。まで知らないでしょ、なりわい扶助っていうの。生活保護なりわい扶助で検索してごらん、うん、あとはメガネ代も出るしスーツ代も出るし、うん、出る項目いっぱいあるんだよ。あ、5時全然いいよ。昔生活保護の人に財布盗まれた。生活保護イコール泥棒ではないからな。それってさ、私韓国人に昔財布盗まれた、だから韓国人は全員嫌いみたいな、それって別に韓国人全体の問題ではなくて、その韓国人、そいつがたまたま悪者だっただけだからっていう、うん、生活保護の人にっていう、例えば学生に財布盗まれたって言って学生全員が悪いわけではないじゃん。それはちょっと語弊あると思うけど、めちゃめちゃ批判されたけど最近誤解が解けてきたって感じかな、うん、まあそういうことちゃうかもしんないけど、うん、自営業で取れるってイメージできない、え、自営業で取れるってイメージできないんですが、だから法律を知らないだけなんだよ。だから法律とか憲法っていうのは弱い人を守るための制度じゃなくて、知ってる人を守るための制度の、日本っていうのは申告をしなければ何もサービスが受け取れないように官僚が頭よく作ってるから、税金はひたすら無限にいろんなところから取るんだけど、消費税とかガソリン税、タバコ税とかって知らん、絶対取れるようにしてるでしょ。だから徴収は絶対するんだけど、サービスを受け取る時っていうのは申請してくださいっていう制度の。年金とかもそうでしょ、勝手に銀行に振り込まれないでしょ、手続きしないで書類書かないと、うん、失業保険もそうでしょ。生活保護は別に財産持って、財産は持っちゃダメなんだけど、貯金とかはしていいよ。売上はあってもいいんだけど、売上っていうのを報告しないといけない、うん、権利を行使して批判されるとか面白いね。だから日本はだから民度が低いって思いますね。法律を知らない人ほど法律を語るから、うん、プロ配信者って収入があるからプロなの、もしくはトークが神がかってるの。質問、アローさん質問ありがとう。アローさんの質問です。プロ配信者ってトークが神がかってるの、それとも収入があるからプロなの。答えさせていただきます。両方です。役所自体が理解してない場合のが多い。あ、役所も理解してないね、結構、うん、っていうのもケースワーカーって公務員だと思ってる人多いんだけど、あれ民間人だからね。
まあ、半分公務員みたいなもんなんだけど、ケースワーカーって民間から雇ってて、資格持ってなくてやってる人が結構多いんだよ。これからがっつり税金引かれるのきつくない？仕事してるとき税金かなりきつかった。まあまあ、それはまあ働くってそういうことだからね。僕21の時から左手麻痺なんですけど、臼取った方がいいですかね？ああ、取った方がいいね。まず、手帳に関し、障害者手帳に関して言うなら、俺は取るべきだと思ってる。ただ、デメリットはないかな。ないね。手帳を取っても。ただ、国のその機関にはその手帳を持ってるっていうことがバレるようになってるから、だからそれが嫌だったら取らない方がいいんじゃないの？両方なのか。じゃあ生活保護中のプロってなんか変な感じじゃない？あ、アロンさん、いい質問ですね。鋭い質問ですね。簡単。生活保護を受けてるんだけど、18万今月稼げるようになったんですよ。だから今月からプロ名乗ってるの。で、生活保護抜ける手続きを今してるっていう、今日手続きをしに、ね、相談しに行ってるから。だから時系列的に言うと被ってるんですよ。今、まさに今被ってる瞬間の。だからまあ、そこはいいんじゃないっていう感じ。リスナーさん的には。まあ、18万収入確定してるわけだからっていう。新しいフォロワーさん紹介します。新しくフォローさしてくれたリスナーさん、リンリンさん、フォローありがとう。よろしくね。役所の人からその高そうなソファー売りなさいって言われなくてよかったですね。だってこれ2000円だもん。 これ2000円で買ったの。 役所の人が来て、「お前なんだそんな高いソファー、バカかよ」って言われても、「いや2000円ですけど」って言ったら、「あ、そっか」って言われて終わりでしょ。来月稼げなかったら終わりですね。俺、買い物めっちゃうまいんだよね。ずっとリスナーを騙してたのに偉そうに語るの。はい、さよなら、NG です。もう見なくて結構です、あなたは。よいしょ。なるほど。じゃあ現在進行形の経緯があるのでいろいろあるのね。そう。だから昔から見てる人は結構荒れてないじゃん、今だから。生活保護の枠やってても。別に、いや別にって感じじゃん。それはもうそういうのをとっくに通り過ぎて、もう抜けようとしてる段階なんですよ、今。デメリットがないなら取るべきだね。とりあえず当時は若くてカッコつけて取らなかった。まあそれでもいいんじゃないの。俺は健常者だっていう言い張る、それもかっこいいと思うけど。釈迦に説法ですが、保護は停止の申請することをお勧めします。ああ、いや、僕がそれを拒んでる感じですね。それもね、リスナーさんから教えてもらったんですよ。要は廃止じゃなくて停止っていう処分がいいんじゃないか。要は来月食えない可能性があるから、停止だったらすぐ再開できるからっていうアドバイスもらったんですけど、僕はもう生活保護戻る気ないっていうか、戻りたくないんでっていう。いや、抜けます、がっつり。っていうのも、この、なんつうんだろう、配信で稼いでる18万以外にも7万円の所得があるんですよ、僕。作業所で働いてるんで。まあ、簡単に言うと、バイトで7万も稼いでるんで。和道さんって即プロなん、え？即風呂なんですね。いや、だって別にバカと話しても何にも面白くないじゃん。時間無駄にしたくないし、見てるリスナーさん質がいいから、ここは。客は選ぶかな。困ってないし。アンチリスナー相手にするほどリスナーに困ってないっていう感じ。新しいフォロワーさん、ハノちゃんさん、フォローありがとう。作業所って言って、その障害者が働く場所があるんですよ。A 型作業所で働いてる。ふわっちの収入申請しないって人って国税局にバレないの？バレるかもしんないけど、俺は個人事業主としてインターネットタレントで登録もしてるし、去年、なんだ、税務署行ってるし、確定申告ちゃんとやってるから別にって感じ。俺は税金払うのは脱税しようとは思ってないから。むしろ俺みたいに困った時に生活保護を受けられる人を助ける制度だと思ってるから、税金は積極的に払おうと思ってるけど。それがね、この国で生きるってことだし、この国で幸せな人が増えるってことだと思ってるから、税金は払っていきたいですね。幸せな人が増えることはいいことだ。なぜマッチなんですか？お酒が似合いそう。俺、お酒もうやめたんですよ。お酒飲んでないですね。
ああ、ごめん。身体障害者に関しては俺、詳しくないです。僕は精神障害者については詳しいですけど。いいやつっていうかさ、俺は日本に生まれて本当に幸せだと思ってるし、日本には生活保護があって俺は生きていけると思ったの。本当に海外だったら死んでたと思ってたから。だからまあ、いい国に生まれていい国民になってるってことは、権利を行使するってことは義務を全うするっていうのはセットなのは当たり前のことだと思ってるから、いいやつとかじゃなくていい国に生まれたんだから、その国のルールに従うのは当然のことって感じかな。俺は脱税するやつとか許せないけどね、非国民だと思ってる。だから別に生活保護はどんどん日本人を助けるための制度なんだから、ガンガン利用すべきだと思ってる。そこは別に今でも変わってないね、その代わり高い税金払おうよっていう、サメちゃんに生活保護を語るか。え、なんで生活保護俺が語るのが普通じゃない？なんか生活保護の制度を知らない人が語るよりも当事者が語った方が良くない？どう？説得力ない？俺は逆にリアリティがあるからいいと思ってんだけど。はい、鮫島さんに謝っとこう。はい、めんどくさい、 NG です。はい、さよなら。あ、全然いいよ。ツイッターに書いてあるけど、ツイッターフォローしてくれたら、その障害者のことについてもバーって語ってるけど、はい、リンリンバイバイ。アスペルガー症候群とか ADHD とか、躁うつ病とかっすね。これから今、3、40代のニートたちがこぞって生活保護になりそうだね。っていうか実際もう増えてるね。体感で言うと、2、30代の生活保護すごい多い。区役所行っても、溢れ返ってるから若いやつが、8割方年寄りなんだけど、もう昔はほぼ 99% 年寄りが受けてたの、ホームレスとか。だから、ね、今 10% ぐらい若いやつ多いなって。今日も若いリュックサック背負ったなんか派遣切りにあったやつみたいなのいたもん。あ、 ED なんだ。そううつだと障害年金もらえますよ。いや、そううつは軽めだから俺、病名イコールもらえるじゃなくて、病気の中でその度合いが強いかどうかな。タコさんありがとう。ハートありがとう。生活保護は住んでる場所と年齢による、あと家族構成によるんだけど、一人暮らしで31歳で新宿に住んでる場合は13万円。新宿に住んでる31歳で一人暮らしの場合は13万円だと思ってください。で、さらに障害者年金もらってる場合はプラス2万円。7万円ぐらいの収入がある場合、働いてる場合はプラス2万円って感じ。家賃込みだね。家賃込み。売り上げは申請してますか？申請してなかったら詐欺罪で僕は捕まります。はい、もちろんしてます。今日の、配信見てください。市役所の前でこれから申請しますっていう配信やってるから。例えばね、こういうのをもらうんですよ。これが会社の給料だとするでしょ。会社の給料、これちょっと中身見せらんないけど、これ給料明細なんですよ。源泉徴収と給料明細がこれなのね。で、領収書って言ってこういうのをもらいます。これが、国に返還したお金です。簡単に言うと生活保護って書いてあるでしょ。で、教育福祉だとかなんだかんだって書いてあるでしょ。反抗されてるでしょ、生活保護福祉課って。これが返還をしたっていう領収書、要は申告をしてますよっていう証明。医療費は全て無料ですね。はい、ただ保険が効く範囲が無料になるだけで、高額医療とかそのなんつうの、そういういろんな、なんだろう、高い実費の医療っていうのは受けられないっていう風に考えた方がいいかもね。まあ、領収書、例えば先月作業所では僕はアニメーション作ってますね。あと LINE スタンプとか作ったりしてる。イラストレーター、フォトショップ、あと軽作業もやるね。軽作業もやったり、ホームページ作ったり、ウェブチームですね僕。まあこういう預かり証っていうのとかさ、いくら返還しましたよって、42,400円とか書いてあるでしょ。でこれとか、
まあ、こういうふうにして、生活保護のお金、税金を返してるって感じかな。あれ？今回預かり証もらったっけ？高度医療を受けさせないんじゃなくて、要は保険が適用範囲内のところしか受けたらダメって言われたよ、俺は。保険適用範囲内だけって言われた。あれ、預かり証がないな。あったあった。今回払ってきたのは41,368円、これです。三親等まで行くんで、いとこまで行くのかな。おばさんとかいとこまで連絡行きますね。はい。はい、アルバ、こんばんは。いらっしゃい。おい、ゼリーさん、花火ありがとう。ゼリーさん、ありがとうございます。よいしょ。んじゃ、中絶費用とかは生活保護法で払われない？あー、わかんないな、それは。それはわかんないわ。ほら、俺女性じゃないから調べたことないわ。申し訳ねえ。ああ、どうなんだろう。育てろって言われんのかな。どうなんだろうね。ちなみに子供を産んだ場合は出産費用は生活保護法から出ます。出産費用は出る。あと生まれた後の子供の養育費も出るね。出産費用は出ます。まあ、産めって言われそうだよね。産みなさいって言われそうな気がする。まあ、払われたらおかしいわな。中絶費用多分出ないだろうね。まあ、日本はすごい国ですよ。日本はいい国だよ。だからこそ高い税金払ってるんだから。あ、生ポ相談室には前からなってるからな。やっぱ生活保護受けてる人に聞くのが一番いいということで。リスナーさんの中でも本当に困ってるリスナーさん2、3人 2人かな人数で言うと2人で、人数で言うと3人で、世帯数で言うと2組生活保護受けるまで、手続きまで手伝ったことあるよ。月何日働いてるんですか？19日かな。今月は、先月が21、22とか、だいたい22日だね。何を基軸に物事を考えてるかによるとは思う。和道さんの放送初めて見たんですが、しっかりしてるんですね。どうだろうね。普通に話してるだけだけど。おすすめの DVD？ 何の DVD？ アニメ？何？映画？なんか俺 DVD おすすめしたっけ？日本一賢い生ポ。あ、まあ、ひろゆきにね、テレビでね、頭いいって言われた男だからね。ひろゆきに頭いいって言われたからね。映画？映画なんだろう、 DVD。 バタフライエフェクトとか面白いけどね。俺が好きなのはバタフライエフェクトとか、あと、まあ、好きな監督で言ったらマイケル・ムーア監督が好きだね。和道さんが結婚するときには月何万になればいいって目標はありますか？月何万じゃないと結婚しないっていうようなバカな女を彼女にしないです、僕は。月いくら稼いでる人がいいっていう、その結婚とか恋愛の判断にお金の話が出てくるような、なんか貧乏人と、そういう心の貧困、心が貧しい人と俺は付き合わないです。俺、のんたんと付き合ってて、あの、金の話一回も出たことないの。金の話が一回も出たことない。だから、そういうね、金で何なんか、そのまずその生活費とかを考えてる時点で貧困だし、心が、そういうやつって大体貧乏発想なので、ぶっちゃけた話さ、月ね、結構稼いでた時期もあるから、そういう人を選ばない。のんたん働いてない。のんたんファイナルニートだから。ひろゆきは西村ひろゆきですね。
2チャンネルの創設者。お金持ちでも心が貧乏ってやつか。だってそのせ、だって金なんか働きゃなんとかなるんだからさ。うん、でも働いたらなんとかなるけど、結局貧乏志向な人って治らないんだよ一生。それって心のストレスずっと抱えることになるから、俺そういう人は選ばないですね。うん、あ、ポポさん風船ありがとう。うん、旅の資金にしますね。31歳です。はい、ファイナルニートですよ。ファイナルニートカップルだから。うん、だってさ、別に今のご時世食うには困らないからさ。はい、ワドツーハチハトありがとう。うん、そう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 、俺はなんか金なんかいくらでもどうにでもなると思ってるし、ただの道具にしか過ぎないと思ってるから、道具に振り回されるような人とは付き合いたくない。うん、旅の目的はそうだね、昔からかっこいいなって思う人になりたいと思ってて、かっこいい生き方がしたいと思ってたの。で、まあ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 、そんなに尊敬してるわけじゃないんだけど、車虎次郎ってかっこいいじゃん。車虎次郎わかる？まあ車虎次郎とかスナフキンとか、あとまあ一番最初に子供の頃ね、一番最初になりたかったのは映画監督ってみんなに言ってんだけど、おエリちゃんいらっしゃい、ワードツー。実はね、映画監督の前になりたかったのがあんの。ちょっと話がつながってるんだけど、俺インディージョーンズになりたかったんだよ実は。これ初めて話すと思うんだけど、俺子供の頃一番最初に本当に物心ついた時になりたいと思ったのインディージョーンズなの。インディージョーンズ、あのウエスタンハット、テンガロンハットかぶって、ここにムチつけて、で世界を旅する男になりたかったの。スーパーヒーローがインディージョーンズだったのよ。まあ、英語で言うとインディアナジョーンズって言うんだけど、そう、あので、で初めてお母さんに説明されて、これは映画なんだよって言われて、じゃあ映画監督になりたいんだと思ったの。インディージョーンズは世の中にいないと、これは映画監督っていう人が仕事で作ったっていうのを分かって、それで子供の頃初めて買って思ったがプレゼントが8ミリカメラだったのよ。いやいや、イメージね、ウルトラマンになりたいとか、ドラゴンボールの悟空になりたいとか、そんな感じでインディージョーンズになりたかったの俺は。そうそう、だから、あ、映画監督って言うんだって思って、うん、そんな感じ。うん、うん、トレジャーハンターなのかな。うん、今の日本を旅してもインディ・ジョーンズになれないんじゃないか。ああ、世界旅しますよ。だからリスナーさんと話し合ってて、あの世界、全世界を旅するっていう風に約束してたんだけど、まあ、まずは国内から鳴らそうかっていう話で、全都道府県制覇して日本国編、旅人編を終わって、ユーラシア大陸編、アメリカ大陸編っていう編に分けようって話になったの、大陸ごとに。だからまず日本編からスタートって感じ。漫画肉はね、もう100個集まっちゃったから、ぶっちゃけた話、あのおすすめに載せるためにアイテムくれるんだったら欲しいけど、延長チケットのためにくれるんだったらもう 100個集まったからいらない。もし和道のことをアイテムでポイントでこう押してデイリーランキングとかに載せたいって思ったら漫画肉は欲しいけど、アイテムはもうこれ以上手に入らないね。うん、うん、世界、世界やっぱさ、配信ってさ、いろんな世界が見れるのが面白いと思ってて、俺はリアリティがあっていいじゃん。だからまあ俺のカメラでみんなと一緒に旅したら面白いかなと思って、疑似体験できるじゃん。うん、例えば地方に住んでて東京に一回も来たことない中学生とかが俺の放送見て、ああ東京ってこんな街なんだとかなるじゃん。うん、そんな感じ。アマゾンのパスワード忘れた？道理でなんかポチってないなと思ったんだよ、カー君。遅えな、カー君と思って。あ、チャ太郎、漫画肉ありがとう。あ、できればね、あの、フォローしてもらいたいっすね。僕が一番嬉しいのはフォローして和道の放送を見てくれるのが俺は一番嬉しい。でここでなんか友達が増えたり仲間が増えたり、一緒に和道と旅したいっていう人が増えるのが俺が一番好き。
だからそれが一番の応援になると思ってください。あ、ぜひぜひ、かーくんよろしくお願いします。ねえ、オレンジじゃあフォローしてよ。日本編、そう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 。でもに、地域によって随分違うね、確かに。そうだね。まあだから日本は全都道府県制覇で、今考えてるのは、今、カー君が、アマゾンの話してると思うんだけど、カー君が提案してくれたのは、日本国旗を買おうと。で、それをこうやって肩にかけて日本旅して、リア突してくれたらそこにコテハンを書くと。で、ワドを頑張れってメッセージ書くと。で、日本から帰ってきた時、最後、じいちゃんが沖縄なんだけど、じいちゃんの沖縄の旗でそれを振ろうと。日本編終わりだーっつって。で、この家に戻ってきたら、その旗をこうやって、みんなのコメントとみんなのコテハンが書いてある旗、リアルなその旗を掲げて放送をやろうっていう。来年ですね。漫画2個ありがとう。フォローして。どうなんだろうね。俺英語喋れないからボディーランゲージじゃない、やっぱり。そうだね。いい感じ、ミミさん。夢叶いそうというか、叶ってるかな、だいぶ。生活保護抜けたいとか、配信でプロになりたいっていう夢はふわっちで叶ったから、俺はこのサイトで頑張ろうと思ってるね。波照間島っていうのがあるの。まあだから、例えばさ、みんなが住んでる地元に来たら教えてよ。ここの地元のスポット熱いよって、地元民しか知らない店だよとか、そういうので車で送ってくれてもいいし、そういうのが楽しいじゃん。あ、じゃあ俺も旅したかったから隣の県まで送ってやるよっつってさ、こうやってブーンっつって、そういうのが楽しいな。リーさんこんばんは。ねえ、例えばのんたんもさ、寂しくて会いたくなったらさ、俺が北海道にいる時に飛行機でのんたんが北海道来ても面白いじゃん。ねえ。 そういうのがやりたいね。日本でも京都とか地域によっては外国人多いからコミュニケーション練習するの。いや、日本人として行きますね、もう。海外なんか別に向こうにずっといたら英語なんて喋れると思ってるんで。徒歩でしか行けない村とか YouTube で見た。いいね、いいね。そういう電波があるんならそういうとこ行ってさ、どんどん行こうと思ってるよ。電波ないところは録画して YouTube にあげるから、 YouTube も登録しといて。やっぱりニコ生とかツイキャスよりもフワッチの方がお金になるんですか？人によるんじゃん。ニコ生でも裏っ引きしてる人いっぱいいるから、要はサイトを通さないで銀行振り込みでね、100万とかもらってる人いっぱい知り合いにいるし。だから、そう、なんつうの、リスナーさん全員に見えない形で裏で支援されてるっていうのかな。だって、金梅さん300万、600万だっけな。金梅さん、リスナーさんに600万もらったっつってて、今150万しか残ってないって見せてくれたよ。2ヶ月で600万もらったんだって。でももう全部、毎日飲み明かして、もう150万しか残ってないって言ってたね。だからみんな裏でもらってんでしょ。バーやってた頃が一番荒れてたね。そうだね。結構やっぱ、ニコ生荒れるよね。金梅さん年収1000万以上あんじゃない？俺は裏っ引きはない。だって俺ホームページに全部1円単位でいただいたお金全部書いてるから。いや、稼げる仕事は何なんだろうね。あんまり興味がないわ、俺。稼ぎたいわけじゃないから。爆破されて怪我の功名、本当にそうだよね。のんたんはだから俺にとって女神様だから、幸運の女神だから。新しいフォロワーさん紹介します。シャタロさん、一緒に旅しましょう。フォローありがとう。フォローアザース。もしよかったらツイッターもフォローしてください。インスタグラムはフォローバックしてますんで、 YouTube もやってるんで、 YouTube もチャンネル登録してください。本当に怪我の功名っていうかね、のんたんと付き合ってからずっと運がいいね。のんたんと付き合ってから本当に運が良くなってる。うなぎ登りですよ、配信が。のんたん大好きだよ、俺。のんたんも俺のこと大好きだし。いいカップルでしょ。あ、っていうかびっくりしたんだけど、今の30歳の童貞率知ってる？今、30歳の童貞が200万人いるんだって。30代の童貞が今200万人いるんだって。やばくない？ 30 代以下かもしんないわ。30代以下、30代以下かな。そう、統計見たんだけど、もう童貞があふれかえってんだよ今。
ぜひぜひ、かーくん、ポチったとき教えてください。あれだったら自分で買うよ。うん。すごいよね。やばいよね。俺びっくりしたよ。うん。魔法使いがいっぱいいるんだよ。俺童貞は魔法使いだと思ってるから。すげえよな。なんかキモいっていうか、なんか痛いよね。キモいを飛び越して痛いよね。日本って痛いなって思うもん。新しいフォロワーさん紹介します。チッシュさん、フォローありがとう。よろしくね。ありがとう。なんでサムネイルがゆいがさんなんだろう。いやー、童貞は魔法使いでしょ。童貞は魔法使いでしょ。あ、友達にもいるんだ。おお、そこまで行ったらむしろ卒業しないで。いや、童貞はパワーあると思ってるよ。うん、俺は童貞肯定派だよ。風俗で済ませる人は童貞に入りますか。どうなんだろうね。わかんないけど、人によるんじゃない。うん、チェリー畑。日本っていう広大なさくらんぼ畑だったんだ。それ面白いね。さくらんぼめっちゃ実ってるっていうね。俺が買うよ。旅一緒に見たいし、最低でも明後日には完了してる。あ、了解、待ってるよ。じゃあ、かーくん。いいね、さくらんぼ畑いいね。いいね。童貞で社長なんだ。いや、童貞はいいんじゃん。別に否定はしないけど。うん、俺はでも、なんか恋愛、ヒリヒリする恋愛とかを体験してほしいけど。人を好きになるってめんどくさいことも多いけど、恋愛って俺はめんどくささが青春だと思ってるから。うん。そうそう。人と人とが本気で向き合うっていうのはめんどくさいよ。だからこそ美しいんだよ。美しいものって大体めんどくさいことだから。うん、そのめんどくささを愛おしいって感じるかどうかじゃん。恋愛とは成長ですか？俺は青春の定義を言うと、青春っていうのは失ってはならないかけがえのないものを失うことが青春だと思ってる。うん、チーズさんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらフォローしてください。そう、だからみんなにも青春があったと思うんだけど、青春がないっていう人は戦ってない人だよね。何かを本気で取り組んでないから、失ったものを何も持ってないんだよ。だから青春を得れなかったんだよ。で、みんな想像してもらいたいんだけど、失恋とか部活動とか、その何かを失ってるはずなの。敗北とかを味わったりとか、甲子園に行けなかったとか、好きな人に振られたとか。だけど戦ったことが青春なんだよ。恋愛せずに5年が経過しました。僕もチェリーです。あ、そうなんだ。うん、まあいいけどね、全然。新しいフォロワーさん、星さん、フォローありがとう。うん、だからまあ青春、恋愛はね、わかんないけど、青春っていうのは取り返しのつかない熱い時期だよ。何かに没頭する熱い時期。青春イコール一生懸命。そうだね。うん。そう。うん。要は初めて味わう人生での敗北だと思うね。敗北を味わう手前までの期間っていうのかな。必ず破綻するから、若さは。うん。そこで初めて大人になる儀式なんだよ。失っちゃいけないものを失う儀式なんだよ。それくらい一生懸命生きるっていう、そんな時もあるよね。うん、だから青春がない人っていうのはずっと引きこもってた人とか、何とも戦わなかった人だよ。で、それに、青春には年齢がないから、俺は今青春してるし、うん、そう。だから生活保護っていう後ろ盾を失うんだよ。とんでもなくかけがえのないものを失うんだよ。シムさんいらっしゃい、ワドツ。うん。楽しんでて。まあ、そういう認識かな、俺は。うん。それ抜けたら戻れないんですか？戻れないっていうか、戻らないって決めてるかな。なんか、やっぱ彼女もできたし、ね、彼女仕事何やってるのって、ね、友達とか家族に聞かれた時に生活保護って言わせたくないから、うん、
だったらプロ配信者だよって言わせたいから。彼氏何やってんの？プロです。あ、彼氏プロなんだって。ただね、一個だけネックなのがね、のんたん友達も一人もいないからね、その質問はされないと思うけど。のんたん友達いないから。のんたん友達いるの？え？ちょっと待って。のんたん友達いる？え？何人いるの？一人。誰？聞こえた聞こえた友達一人だけいるって和道さんだってかわいそうでしょそうそう、ここ心をこじらせてるカップルだからリスナーさんだよもともと。いやこれ本当だからこれ本当だからかわいいよね。のんたん顔出すよ全然。のんたん顔出すどころか自殺配信とかするから俺の YouTube 登録してごらん。のんたんの配信出てくるよ、警察に連行される動画が上がってるから YouTube に。そうだね、配信は配信で成長というか、配信は俺のライフスタイルだから、配信イコール俺の人生だから、なんかよく説明するんだけど、なんかこう人生が一本の映画だったらっていう例えをよくするの俺、映画好きだから。でどんな人生もドラマチックなんだよっていうことを言うのよ。みんなは、みんなの人生が映画に例えると、みんなが主役で、で彼女がヒロインで、でそこにはサブキャラクター仲間たちがいると。で監督は誰って、自分でしょって。主演は誰、自分でしょって。でもこれはね、止まる質問なんだけど、あのシナリオライターは誰っていうと、親とか学校の先生とかっていう人が多いのよ日本人って。本当は人生って映画なんだから、シナリオも自分で書かないとダメだよって言ってんの。誰かのシナリオで生きてるから、みんな生きづらさを感じるんだよっていうことを言ってて。で人間80歳まで生きたら、どんなにつまらない人生でもドラマチックになるのよ。その告白とか卒業とかキラキラしたものがあるの。それを2時間にギューって短縮すると1本の映画になるの。だから俺はよりドラマチックで、より感動できて、より怒れて、より残酷で、より人間らしい映画を撮りたいから、これはこのカメラ、この配信っていうのは1本の俺の映画なんだって言ってんの。でこうやって映画の素材を今まさに撮ってるのよ。今まさにムービーのカットされるシーンかもしれないし、使われるシーンかもしれないけど、これはまさに俺らが、みんなっていうキャラクターがいて、俺っていうね人間がいてね、映画を撮ってるんだよっていうことを俺はよく言ってる。だからシナリオは俺が書く、仲間たちと書く、監督も俺がやる、カメラマンはまあ誰かやってほしいけど、今は誰もカメラマンやってくれるスタッフがいないから、これをつけてるだけなのよ。だから俺の専属カメラマンやりたいっていう人がいたら、カメラぶん投げたいの。それが俺にとっての配信、これは映画なの、俺の、俺っていう作品なの。そうそう、自分の人生は自分のものだから。のんたんはリスナーさんでオフ会に参加してくれたのよ。でオフ会に参加して、でまあいろいろあって、そのなんて言えばいいのかな、カラオケ配信をよくやってたんですよ僕は。で俺がお金ないのリスナーだから知ってるわけよ。もともと貧乏で生活保護なの知ってるから、だったらあのカラオケあの場所提供するよっていう風に言ってくれて、であのなんつうの、そのご自宅の方にお邪魔させていただいて、でカラオケ使わせてもらってて、で2回か3回ぐらいそのカラオケ、まあ配信はしなかったんだけど、そのカラオケ使わせてもらってて、でパコったって感じだねすごいすごい端折ったけど、そうまあ2、3回あったらパコったって話だね。和道さんにとって映画のエンディングは？映画のエンディングはみんなが決めるんだよ。あのどういうことかっていうと、俺はこの映画は俺が作るんじゃないんだよ。
編集するのはみんななんだよ。だって俺死ぬんだから、うん、だから YouTube にどんどん素材を上げてって最後にみんなに素材提供するからみんな編集してねってみんなが作るんだよ。ファイナルカット権はみんなに与えてるから、うん、だからエンディングはみんな次第だよ。みんながどこをいじるかだよ、うん、そう、そこで俺のマイクをね、俺のマイクを出して奏でたんだよ。ポテンシャルある人についていきたいイコールはどう？ポテンシャルっていうかね、俺はね、そばにいる人は才能のある人で固めたいと思ってるの。心が豊かで才能のある人が大好きなの。だから浅井さん好きなの。だからのんたんが好きなの。うん。まっすぐで心が綺麗で才能のある人が好き。うん。だから石野康介とかが好きなの。ロハコさんとかが好きなの。うん。狂った感性を持ってる人が大好きなのよ。うん。だって世の中がぐちゃぐちゃなのに、まっすぐ生きてたらぐちゃぐちゃになるのが普通じゃん。うん、この世の中で普通に生きられるっていう人は俺は気違いだと思ってるんだよ、うん、でしょ。こんなに世の中がぐちゃぐちゃなのにまともに生きれる人、真面目な人、普通って呼ばれてる人って頭おかしいと思ってるから。ぐちゃぐちゃな世の中に生まれてんだからぐちゃぐちゃになってるはずなんだよ、もっと人間って。まっすぐ生きたら、だから俺はぐちゃぐちゃな人が好き。ぐちゃぐちゃな人ほどまっすぐだと思ってるから、正しい人だと思ってるから。うん、まあ綺麗な言葉で言うと多様性かな、うん、ロハコさんと同棲は厳しくない？何の話？ファイナルチェリーって何？トイレ行ってくるわ。あー肩痛え、あー肩超痛え今日。なんだろう、おっぱい、あ、おっぱいだ。お、かわいい、ブラジャー買ったの？新しいブラ。なんでブラ見せよ、自慢したかったの？なんでブラジャーいきなり見せんのかなと思った。かわいいね、おっぱい大きく見えるね。いいよ、おっぱい隠しなさい。いいカップ。いいカップじゃないでしょ。なんで嘘つく。ほんとだってば。ほんとにいいカップだ。そうだよ。もう30分放送したら終わりするよ。よいしょ。あ、風船ありがとう。なんかトイレ行こうとしたらおっぱい見せるから。なんだと思ってる。新しいブラジャーつけて、おっぱい自慢された。いいカップって言われた。いいカップだ。知らねえわ。あれ、タバコ忘れた。いや、のんたんガリガリだから、あんな胴体がすごい細いのよ。あ、スタイルは超綺麗だよ。あ、おっぱいでかくないよ。おっぱいは別に小さくもないけど大きくはない、別に。ただもうアンダーっていうの、この胴回りが全然ないから。だからね、エヴァンゲリオンのオープニングにさ、アスカとレイのシルエットがこうやって縦に流れるじゃん。シンジ君が真ん中にいて、影でアスカとレイがこうやってこう縦に流れるの知ってる？ああいうスタイルだね。
うん、漫画みたいな体してる本当に。スタイルはめちゃめちゃいいよ。足細いし、うん、なんかとても年上とは見えないぐらいスタイルいいね。新しいフォロワーさん紹介します。大輔さん、まささん、フォローありがとう。ツイッターもフォローしてください。ありがとうございます。あ、初見さん、ミックいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。もしよかったらフォローしてください。コメントありがとう。しかしまあ、うなちゃんマンはなんでなんだろうね。あ、花火プレゼントありがとう。うなちゃんマンなんで引退したのかな。ハッチありがとう。なんでだろう、うん、まあすぐ戻ってくるでしょ。配信者に引退はないからな。配信者に引退ってなくない？なんだろうね、減らったのかな。そうだね、今月締め日だ。今月締めだね。もう月末だから。ああ、なんでお前滑舌おかしいの。子供の頃からだね、うん、滑舌悪いの。これでもだいぶ良くなったんだけど、他方面に迷惑かけてるからって言ったらしい。あ、じゃあ誰かに詰められたんだね、うん、多分誰かやからに詰められたんだろうね。みっくんフォローありがとう。引退っていう、まあイベントだよね。ああ、こんな時期か。季節の変わり目はだいたいおかしくなるから。呼吸をぶっ殺してよ。ぶっ殺すってひらがなで書くと面白いね、なんかね。なんか面白いね。あいつぶっ殺したいよね。わかる。俺も気持ちわかるわ。呼吸をぶっ殺したい気持ちは俺にもわかるわ。多分ね、呼吸はね、マジでぶっ殺したいと思ってるリスナーいっぱいいると思うよ。俺も何度あいつを殺したいと思ったか。こん中にもいるでしょ、あいつぶっ殺したいって。呼吸をぶっ殺してえわって思うよね。わかるわ、すげえ。あいつは一回ね、痛い目見ないとわかんないよ。すぐ戻ってくるでしょ、シャンマンは。まあだから長期休み入りますみたいな感じだよね、引退って。大手配信者の引退しますはね、有給休暇取らせてくださいみたいな感じだよ。それ毎日毎日配信してたら頭おかしくなるでしょ。毎日毎日バカみたいに配信してんだから。うん、お前ボロクソ言われてた。呼吸マジムカつく。え、言ってた、俺のことボロクソ言ってた、それ本当？え、確認するよ。え、俺のことボロクソに言ってた、闇将軍言ってた、それ本当？誰か他に聞いた人いる？マジか。今 LINE するわ。じゃあ出るかな、確認するよ。もしも、はい、もしもし、はい、和道です、はい、聞こえます、はい、いや、なんか今
闇将軍のリスナーさんが来てるんですよ、僕の枠に。はい。はい、で、なんか、すげえ、なんか、ボロクソ悪口言ってたって言ってるんですけど、本当ですか？いや、してませんよ、なんも僕。え、じゃあ、なんでこんなに俺の悪口言ってるっていう人がいるの？なんか、ポンプじゃない？ポンプ、え、じゃあ、リスナーさんが嘘ついてるってこと？ですよ、そんなもん。え、何にも言ってないよ、俺のこと。言ってない、なんも。何にも？僕、実は一部っていう話だけしてるから。え、何？リスナー、リスワン1位もう少し取れるんですよ。あとちょっとで。あ、今日何？リスワン取るそうなの？あ、あとちょっとなんですよ。あと400ぐらいで。え、ちょっと待って。だからもう、あ、確認しやがる。までやる。ちょっと待って、はい。あ、俺もリスワン取ったから分かるから確認するけど。うん。え、いや、無理無理。無理無理。400だから。いや、これ、知らないかもしれないけど、闇将軍。これね、リスワンの数って新規リスナーの数だから、うん、なんつうの、かぶってるリスナーいるじゃん。1日に3回とか4回見るリスナー、ブラウザバックで、うん、それカウントされないよ。いやでもさっきも100プラスなってたから。100プラス、うん、だからで、これ取る場合11時半に放送切らないとカウントされないのよ。だから残り1時間45分しかないよ。ああ、11時半なんですか。12時までじゃなくて、いや、11時半。12時までなんだけど、確かね、カウントこれギリギリにするとダメなのよ。そう、そう、ギリギリに切ると次の日のカウントになっちゃうから、切るタイミング間違わない方がいいのね。だから余裕、まあ、うん、余裕持って11時半に切った方がいいけど、新規リスナー、要は、今日の新規ね、今日もう放送を見た人は1カウントになるから、新規リスナーをあと360人集めないといけないんだよ。結構きついよ、今からだと。コメント数って書いてますよ、でも人が。コメント数じゃないよ。コメント数じゃない。リスワンはコメント数じゃないの。100取ったのかな、とか。だから、俺今アクティブ161人いるんだけど、うん、それがドカッと流れたら闇将軍のところに、ね、100人ぐらい多分入ると思うよ、新規リスナー。あー。だけど、お前のこと大嫌いなんだって、みんな。まあいいじゃないですか、そんな。みんな嫌いなんだって、まあ、応援したくないんだって。いや、まあとりあえずね、さっきの僕何も話題出してませんよ。あ、そうなんだ。じゃあリスナーさんが嘘ついてるってことね。そうですね、それ以外ないですから。絶対なの。理由ないじゃないですか。え、何っていうことは、俺のリスナーが嘘ついてるって言ってんの、闇将軍。何も話題出してないから、俺、本当に。何、俺のリスナーが嘘をついてるって言ってんの。どのリスナーさんですか。俺もよくわかんないけど。いや、でも3、4人、ちょっと待って、今確認するけど、闇将軍が俺のことディスってた枠知ってる人手を挙げてください。闇将軍が今日俺のことディスってた放送知ってるっていう人手を挙げてください。ちょっと待ってね、今何人か数えるから。うん、あ、和道です。かゆかゆさん、和道と申します。ふわっち配信者です。あ、レモンさん、和道です。よろしくお願いします。レモンさん、いや、そっちの放送でレモンさん誰と話してるのって言ってるじゃん。ああ、はい、うん、あ、23時59分に切ればいいんだ。まあ取れそうだったら取れればいいんじゃないの。あ、取りたいんです、うん、で大阪行ってうなちゃんマンのね、うん、関連のことでなんかやってみたいんで。ああ、いや、まあ人ドカッと来るかもしれないね。うん、あ、でもまあいいじゃん、月末だったら取りやすいから1万円もらえるよ。そうですよ、うん、うん、だから狙い目なんですよ、みんな取ってるから。和藤さんも、うん、頑張りなよ。はい、頑張ります。まあ無理だと、悪く言ってませんからね。無理だと思うけど。え、まあいいからそれ。悪く言ってませんからね。悪口は言ってない、分かった分かった。あいよ、じゃあね、はい、はいはい、またね。悪口言ってないってよ、うん、うん、2日前に言ってたの。2日前に言ってたの、うん、あ、そうなんだ、うん、まあまあ、じゃあさ、じゃあもう本当にこれだっていう決定的なシーンあったらツイッターに動画を撮って俺に送って、うん、もう本当に俺の悪口言ったらマジで潰しにかかるから。もし仮に本当に証拠を取れたら教えて、うん、よろしく。証拠取れたら俺ガン詰めするから、うん、証拠取れたらね、
本人が言ってないって言うし、俺もその放送見てないから分かんないからさ、うん、嫌いな人多いね、うん、いや動画送ってくれて、その部分のね、ディスってる部分だけでいいよ。そんな1時間2時間の動画送られても困るから、うん、言ってた言ってたらじゃあ証拠送って、うん、うん、証拠がないのに人は詰めらんないから、うん、証拠がないのに人を詰めることはできませんよ。梅屋敷キモい蒲田だから特定する、ちょっとごめん何のことかわかんねえわ、うん、こんばんはレモンさん、先ほどどうも、あーバーガープレゼントありがとう、初めましてですよねレモンさん、多分よろしくお願いします。ワドーと申します。結構ふわっちでよく配信してるんで、もしよかったらフォローしてください。面白かったらでいいんでフォローよろしくお願いします。どうもどうも、うん、またまたぜひ聞いてください。闇将軍も放送してるから応援してあげれば、うん、闇もやってるから、うん、ありがとうねバーガープレゼント、今後ともよろしくです、ありがとうレモンさん。まあ律儀だね、わざわざ来てくれたね、嬉しいね、うん、リスナーの鏡やで、みっくん風船ありがとう、うん、月末だからあれですよ、売り上げアップご協力、あ、ワドンさんに悪口言ったら動画送りますね、編集して1分か2分ぐらいで悪口言ってんのギュッて詰めて送ってください、その部分だけキャプって送って、その部分だけキャプって、もう証拠があったら詰めるから証拠があったら詰めるよ、うん、よろしく。でもまあ闇将軍来たばっかりなのにリスマン狙ってるとか、まあまあね、調子いいじゃん、さすがじゃん、うん、まあ俺月頭取っちゃったかな、リスマンもう13日に取っちゃったから、詰めてやってくれれば嬉しい。いや本当に証拠出てきたら詰めるでしょ、それ何お前悪口で言ってんのっていう、それ証拠出たら詰めますよ、ガン詰めしますよ、うん、まあ、月末のリスワンは取りやすいからな、羨ましいよな、うん、月末は本当取りやすいんだよ、大手がみんな軒並み取っちゃうから、いいよな、まあ闇将軍取れるんじゃない今日か明日、風船10個ありがとう、ツイッターフォローしてくれた人もありがとね、うん、サムネがこきよ、うんうん、お、ツイッターフォローありがとう、あ、フォローありがとう、ツイッターありがとうございます。ツイッターももうすぐ500人いくね、なんだかんだなんだかんだ増えてますね、あざーす、ふわっちもフォロワー増えてるし嬉しい限りですよ。あと多分ね、今年中にホームページまたリニューアルするんで、漫画肉ありがとう、レミさん、ルミさんか、ルミさん漫画肉ありがとう、またホームページをリニューアルするんで、もしなんかこういうコンテンツ作ってって言ってもらえたら作りますよ。あの SNS も今作れるんですよ、 Twitter とか Facebook みたいな SNS も作れるから、和道製の会員クラブ作ろうかなと思ってる。花火ありがとうございます、ゲンナさん花火ありがとう、ありがとうございます。花火1回につきスクワット5回やります。バーガープレゼントありがとう、漫画肉ありがとう、よいしょ、じゃああと10分ぐらいで僕は放送終わりにします。あ、漫画肉ありがとう、あ、梅子もんちゃんいらっしゃい、いらっしゃい、楽しんでて、風船10個ありがとう、バーガープレゼントありがとう、ハートプレゼントありがとう、いいね、漫画にかありがとう、ハートプレゼントありがとう。でもうなちゃんマン引退寂しいな、梅屋敷さんハートありがとう、漫画にかありがとう。うなちゃんマンいなくなったら見るのかな、また一人減っちゃったな、まあ1週間ぐらいで戻ってくるとは思うけど。ツイッターフォローありがとうございます。お、コロリンさんいらっしゃい。生活保護ね、今日ね収入申告って言って、
働いた分のお金を返還してきたんですけど、そこで生活保護来年抜けたいんですけどどうすればいいですかっていう相談をしてきた。だからまあそれも兼ねて生活保護を語ってましたね、うん、はい、こんばんは、うさぎ先輩、風船ありがとう、あざーす。シャンマー本当なの？うん、引退したらしいよ、うん、はい、ハッチ花火ありがとうございます。本日5個目花火ありがとう。じゃあ本日、8個目か、8個目、うん、ありがとうございます。よいしょ、あざーす。っていうかスクワットね、5回じゃ効かなくなってきたよね。スクワットね、効き始めるのやっぱ100単位になってきた。太ももがバッチバチだから今。今までさ引退詐欺何回やってきたよ。うなちゃんも引退なんか何回もやってるよ。うん、すいません、すいません、できませんって言って、もう限界ですって言って何回も引退してるよね、ちゃんまんね。13万くらいもらえるのか。あ、そうですね、僕の年齢で東京23区だったら13万くらい毎月もらえますよ、生活保護は。結構してるしてる、うん。だまあ1週間で戻ってくるだろうなっていうのが俺の読み、うん。みんな結構それくらいで考えてると思うけど。あ、あられちゃんこんばんは。彼女いますよ、僕。生活保護でも可愛い彼女できますよ。生活保護だから彼女ができないっていうのは嘘ですよ。男として魅力がないから彼女できないんですよ。あ、また新しいフォロワーさんが来た。ツイッターフォローありがとうございます。あ、YouTube も登録入ったかな。あ、YouTube 登録ありがとう。YouTube の動画見てください、ぜひ。ありがとうございます。チャンネル登録ありがとう。うん、コロリンさん頑張るね。うん。配信のプロになったんで、配信で稼げるように頑張ります。ありがとう、応援してくれて、コロリン。うん、やっぱね、配信で稼げる人が増えてったら、面白い配信者増えると思ってるからさ。新しいフォロワーさん紹介します。また新しいフォロワーさん、レモンさんフォローありがとう。ありがとうございます。うん、レモンさんありがとね。バカプレゼントありがとう。うん、また来てまた来て。映画見に行きたいな。今度飲んだんで映画見よう。鳥かご？鳥かごはね、あそこ見えるかな。あー、ちょっと暗くて分かんないかもしれないけど、あそこに置いてありますね。あそこ、うん、鳥かごあれです。あれが釈迦の家。あ、文鳥買ったならね、これ買った方がいいよ。今検索してあげる。ゼリーさん、文鳥が喜ぶので絶対これ文鳥買う人は必要だっていうものをピックアップしてあげるよ。ちょっと待って、ゼリーさん、吊るし型じゃないけど吊るしてたね。取っ手がついてるからそこに紐通して吊るしてた時期もあるね。なるべくね、高いところに置いてあげると上からだと見やすいから、やっぱ見えるところに置いてあげた方がいいよ。うん、見えない、下の方に置いちゃうとなんか物があったら見えなくなるじゃん。ちょっと待って、セブンさんね、絶対買った方がいいもの今ピックアップするから待って。これはね、早いうちに買った方がいいっていうのあるから。あ、まさこさんこんばんは、楽しんでってください。ちょっと待って、文鳥、ちょっと待ってよ。これ買ってあげてください。これ絶対いいから、こ
これはマジで文鳥飼ってる人はこれ絶対おすすめ。今 URL 貼ったから見てみて、 URL 貼ったから、これ絶対買ってあげて。これがあるとめちゃめちゃいいから、文鳥は、これおすすめです。文鳥飼うの全然楽。ただ匂いもない、ご飯も臭くない、匂いがまずないの、あとうるさくない、あと懐くで、月のご飯代が500円、もうマジで完璧なペットだと思ってるけど、ただ1点だけ、外に30分間毎日お散歩させないといけないんだけど、その時うんこを10分に1回するの。鳥って体を軽くするためにずっとうんこするんだよ。ページ飛べない、ページ飛べない。じゃあこれで検索して、これで検索して、ごめんね、多分ページ切れちゃうんだ。これで検索してください。 URL これで検索して、これ、十始末爆食させた3個小鳥の快適バスタイム、これが一番いいから、これもう間違いないから。これ俺も使ってるんだけど、これやるとお風呂も入るし、これ水飲み場にもできるから、これ買ってあげて、お風呂楽になるから、ただお風呂お椀とかで動画とか撮りたい場合はこれやっちゃダメ、毎日のお風呂時間ってびっちゃびちゃになるの、床とか本とかが。だけどそれを動画に撮る場合は お茶碗とかでやんないといけないんだけど、これ買ってあげるとこれの中でお風呂入るようになるから、水が飛ばなくなるの、鳥かごから。で毎日ストレスなくやるから、これいいよ、子供の頃からこれつけとけば勝手に入るようになるから、 2,3 日すると慣れたら、お風呂入るよ毎日お風呂。普通文鳥は1日1回しかお風呂入らないんだけど、うちの釈迦は綺麗好きだから1日5回くらい見る。お疲れ、古代さんパフェありがとう、気使ってくれてありがとうね、いってら。散歩っていうか包丁って書くんだけど、1日30分から1時間そのカゴから出す時間、要はお散歩みたいな感じで飛び回る時間を作るの。ただ子供の時はもう手のひらで育てた方がいい。ベタベタに手のひらに眠ったりするぐらい懐くから、子供の時はもう手のひらで懐かせる、餌をここであげたりとか手のひらから離れさせないようにすると、もう飛んでくるようになるから。そうだから手のひらで餌あげて、まずここでご飯を食べるっていう癖をつけるの。そしたらご飯なくても懐くようになるのよ。でまずそっからその手のひらが怖くないっていうの、あと噛まれても絶対反抗しない、そーっとなんか気を紛らわせてあげる、もうバッて離したりすると喧嘩になるからダメ。あと指を本人に向けるのは敵対行為、指がくちばしだと思ってるから、指を真正面に向けない、優しく撫でてあげる。餌食わない、いや餌食うよ手のひらで、ていうかそれしかない。もしくは真っ暗にすると鳥って寝る習性があるんだけど、真っ暗にすると眠くなるから手のひらで寝させるっていう、もう手のひらにとにかく鳴らさないと乗っからなくなる。もうそれは子供のうちからの訓練だから、嫌がったら無理にやるとダメだけど、手のひらにとにかく居つくっていう習慣を作るのが大事かな。あとはもう優しく呼びかけてあげる、名前を呼んであげないと、シャカ、こういう風に答えない、シャカ、今ピッピ言ってるでしょ、シャカ、こういう風にコミュニケーションを取らないとダメ。じゃあ皆さんありがとうございました、お疲れ様です、お疲れ様、ありがとうございました、お疲れ様です。朝赤サタナさんいらっしゃい、そうですよ、ハイスタンダードの横山健です、お疲れ様です。高橋さんお疲れ、おつおつ、ゼリーおつ、文鳥可愛がってねゼリー、オスだといいねオスだと可愛いよ、メスも可愛いけど、オスは特に育てがいあるし、病気のリスクが減るから。はい、美咲ちゃんおつ、オレンジおつ、お疲れうさぎ先輩、体重補強お疲れ、梅子文ちゃんお疲れ、ゴルゴおつ、バイバイ、明日ね。